二人でカフェへと向かう。飲み物を買い、混雑している店内を避け、外のテラス席へ。少し暑いが、こっちは程よく空いていて、周りを気にせずはなさそうだ。飲み物に口をつけ、くるみが来る。落ち着くのを待って、切り出す。やっぱり割り切れないか？いいように捉えれば、みたいな話だったか。難しいか。要はさ、自分の才能として受け入れようみたいな話でしょ。そういうことかもな。スレイの記憶もテレパシーも、やっぱり私にとっていくつなんだよね。とにかくしっくりこない。私のものって感覚が全くない。変身すると顔とかはそのままでも、体は別人になってる。服たちじゃないってことか。聞き手が変わるんだよね。スレイが右利きっぽい。くるみって左利きです。今まであまり言い聞きしてこなかったけど、思い返してみれば確かに。かき氷を食べてるとき左手を使っていた。普通に考えると、食べるときって利き腕を使うよな。全然気がついてなかった。いや、気づいてなかったというか、あまり意識してなかったというか。決してそんなことは。一切変わってるわけだもんな。そうなんすよね。眉をひそめ、くるみはストローに茎をつける。記憶だけじゃなく、前世の全てがくるみにとっては深刻な問題になってしまっているみたいだ。どうにかしてあげたいところだが、話を聞くことがしかできないのが悔しいのは他に何もできない。俺の場合、意識しなければ何もないとのと同じだからな。けどくるみは頭痛があるんだろ。そっちの方が厄介だと思う。夢か。俺の場合は暴走の兆しだったが、くるみはすでに力を制御している。前世の魂が何かを伝えようとしているのか、それともただ、垂れ流す一心になっているだけなのか、考えても俺には分かるはずがないか。ノアにも来てもらうべきだったかもな。先に帰ったんだよね。ああ、帰ってもらった。二人で詰め寄るのはどうかと思って。なんで笑うんだ。嬉しいなって思って。悩んでも気づいて追いかけてくれたのかも。ああ、ほっとけなくて余計なお世話だったかもしれないが。今嬉しいって言ったじゃん。なんで黙った。いや、追いかけた理由もう一つあって、二人で話せたらいいなと。悪い。くるみは真剣に悩んでるのに、口実に使ってしまって。手出して。え？ああ、言われた通りテーブルの上に両手を置く。もうちょっとこっち。片方だけでいいから。わかった。右手をテーブルの中央へ。くるみが俺の手をギュッと握る。お？そう言って笑うくるみの顔も赤くなっていて、俺の手の両手を握り直し、
指圧でもみもみするみたいに優しくもむ。なんでもむんだ。ただ握ってるの恥ずかしかったんだろう。悪い。真面目な話でもいいか。こうやって手を握るくらいじゃ問題なさそうだな。多分この状態で俺のものが不安定になったりテレパシーとかしようとすると怒るんだろうな。ああ、普段のくるみだった。記憶に引っ張られて前世返りが起こったか。非科学の塊みたいな異世界人がこっちの世界に来ちゃってるしな。いつまで握ってるんだ。そうか。ふと気がついたんだが、そもそも俺がきっかけなんだよな、みんなが前世帰りしたの。けど日常的に俺がそばにいたせいでマナの影響がどうとかって言ってなかったか。前世帰りした時、前世帰りしたきっかけは俺じゃなくても前世帰りしねかねない状況を作ったのは俺が垂れ流しにしてたマナのせいなわけで、古見の頭痛もそういうことか。接点増えたぞ。うちに来てアマネと遊んだり一緒に宿題したり、つまり今まで以上に俺のマナの影響を受けてしまっている。俺と会わないようにしてたから、もしかしたら記憶が蘇ることもないんじゃないか。え？ちょ、気が、そういうつもりじゃない。いや、まあ話の流れ的にそんな風に持っていかれても仕方ないけど、そういう話してないんだよ。本当にそういう可能性もあるかもしれないと思っただけだ。痛いはない。フルミって意外とネガティブ。俺と同じようにクルミも不安定なんだ。ナーバスになってる。ちゃんと励まさないと生き生き動揺しているようじゃダメだ。別れたいなんて思ってない。全く、ただ心配なだけだ。それで少しでもくるみが楽になるなら試してみてもいいと思う。会わないようにするだけで電話とかはできるんだし。どうするのって、また頭痛始まるかもだな。はい、おっしゃる通りです。そんなつもりは全くない。本当にやっとくるみが笑ってくれてほっとした。これも本気で焦った。傷つけたならごめん。逆？接点増やして俺のマナに耐性をつけることか。ん？ああ、なるほどな。マナ絡みでそうなるんだったらそういうことか。
確かに。くるみの不調が俺の魔のせいならその通り、というかそれしかない。悪い、自分が努力するべきだった。完全に見落としてた。くるみならって言ってたな。まだ気にしてたのか。それと、さっきも。はにかみながらギュッと俺の手を握る。もういいんじゃないか、かっこじゃな、鍵じゃなくて。けれど昨日かっこつけちゃったし、自分にブレーキをかけてしまう。魔法の力を完全に制御できれば、自分に自信を持てるようになれば、その時やと、俺は前に踏み出せる。くるみも手伝ってくれるんだ。頑張らないと。俺一人じゃどうにもできなさそうだから頼りに来てる。早速教えてくれないか、コツとか。魔の制御。急に表情が険しくなったな。ああ。ですよね。うまく語源化できないやつか。となると、かぐやが言ってたようにテレパシーで伝えてもらうしかないわけか。記憶に飲まれて別の自分になってしまうリスクがある。だな。どうしてそうなるんだ、かぐやもなあも手探りなんだし、俺たちも自分なりに頑張ろう。そういえばスレイのこと少し分かったな。オリーが創作っぽいって言ってたが、あっちにも中二みたいな概念あるんかな。あまり信じない方がいいかもな。消えた後の記憶は見えてないのか？魔王が死んだ後だもんな。理解できれば、異物感と気持ち悪さとかなくなりそうか？俺もできる限りのことはする。で、いつまで揉んでるんだ、俺の手。嫌ではないが、恥ずかしくはある。見られてるとかじゃなくて、ただ恥ずかしい。まあそのうち、ぐいぐい来るな。くそ、その通りだ。え、ああ、予定はない。あえて言ってるよな、誰もいないって。いやらしいとか言ってる時点で分かってるしな。別に。
この前と同じ時間でいいか？じゃあ明日はくるみんちで。宿題。まだその境地には至れない。楽しいに笑い、俺の手を離した。と思ったらまたじゅっと今度は片手で握る。お互い様だ。俺もいろいろ助けてもらってるし。そろそろ帰るか。疲れるだろう。そうだな。俺も少し体温の低い手を見切り返す。ゆっくり飲もうか。2回目のくるみの部屋ではあるが、とある理由でやっぱ落ち着かなかった。今日は最寄り駅で合流はせず、直接家まで来たんだが。ありがとう。ラフな服を着たくるみがテーブルのにグラスを置いて腰を下ろす。いつもと雰囲気が違って、なんというか綺麗に着飾った私服よりも油断した服装の方がぐっと来てしまうというか。つまり俺はまた無駄にドキドキしていた。言っちゃったよな。逆じゃなかったっけ？違うが。いろいろお互いのことを話そうと。いい加減慣れたいんだけどな。いちいちうろたえて恥ずかしい。そういえば海行くんだろ、あの二人と。いつ行くんだ？いつ行くんだ？行くよ。自分のこめかみをツンツンと指でつつく。地味に影響出てるな、日常生活に。え、4人で？ああ、なるほど。デート。おうちデート2回と。カフェデートしたね。今のは違うのか？まあ、そっか。別に俺は気にしてないが。くるみが腰を浮かし、俺の隣に座り直し、ぴたりと寄り添う。いや、正面で大丈夫ですよ。俺の腕を取りぎゅっとしがみつく。柔らかな感触、胸が押し付けられている。いい匂いがするぬくもりを感じる。じーっと俺を見つめる視線がなんだかくすぐったい。恋人同士の距離感。こんなことにも
こんなにもこんなにもドキドキしているのに、どうして俺は。え、なんだ？え？では話、俺から少しだけ距離を。急にくるみの様子が、いや、違う、俺か？顔に出てしまったんだ。ああ、勘違いさせて悪い。違うんだ。嫌だったわけじゃない。本当に違うんだしというなら、嫌気がさしていたのは俺自身にだな。今、正直今、押し倒したい気分だったよ。なのに、つい偽情めいた笑みがこぼれる。くるみは自分の中にいる別の自分に苦しんでいるが、俺も似たようなもんだな。ドキドキしてるのに、まるで反応しない。心と体がちぐはぐだ。たったこれだけのことで、こんなにも自信がなくなるん。なんてな、自分でも驚いてる。ぐいぐい来てくれるくるみに、男らしく答えたいのにな。でも俺は、って、ブレーキをかけてしまう。情けないよ。あ、悪い。急に弱音吐いて。どうもな、言いにくい。そうじゃなくてさ、だってほら、俺の問題って。視線は自分の下腹部へと落とす。どうしても下の話になるだろう。そう、恥ずかしい。俺は実はプライド高いのかもしれない。そういうの気にしてる場合じゃないのにな。まあなあ、男同士でもなかなか伝わらないだろうけど、なあ、実際になってみないと。自分でもウリウリしすぎだって思ってるけど、気にしてないふりをしても心の底で焦っているというか、最初に気がついた時、暗い部屋で膝を抱えてたからな、俺。くるみが俺の頭を撫でてくれた。照れくさいが、心地よく回ってされるがまま身を委ねた。ありがとう、吐き出して楽になった。話したいことは話したかな。悪いな、ほんとやっぱり俺はこの体をどうにかしないと前に進めない。まだジェット、俺、またジェット俺の腕を2匹噛みつく。考察か、そういえば深く考えたことなかったかもしれない。症状を企画したのは初めてノアに沈めてもらった時だ。俺が授業中に寝ぼけて天使とか言ったことあったろ。ああ、夢の中で、いや、あれは実際にあったことなのか、認識できてなかっただけで。あの時暴走を仕掛けたらしい。それをノアに沈めてもらった。体の異常に気がついたのはその夜だ。全く反応しなかった。というよりは、力を鎮めたこと自体だろうな。ノアの力の影響下にずっとあるわけじゃないし、力を無理やり抑えたから、そのなんていうか、生存本能というか。いや、だってセクハラになりかねないだろ。
そうか。なぜか急に顔をそらしましたが。真面目な討論中だけど言葉を選ぼう。なんだっけ？ああ、そうだ。まだっていわゆる生命エネルギーみたいなもんだろう。それを抑えられて生命に関わる機能が故障したというか、今思い出したけど、かぐやも言ってた。不能になったのは、性的欲求が減退した結果だって。まあ、あるにはある。ドキドキもする。子孫を残す。俺たちが見る前世の記憶って魂に前世の情報が刻まれているってことだよな。魔王の意志みたいなものが刻まれているとしたら、魔王はが拒んでいる。根拠はないかもしれないが、そういう可能性もあるかもしれない。ないかもな。前世の残滓か。本来初期化されるはずの情報が何らかの形で残ってしまっている。確かにそう考えた方がしっくりくるな。まあな、かぐやが危惧していたことが起こりかねないってことだし。うむ、続けてくれたまえ。そう返されると照れくさくなるな。セーフティー。そうだな、感情が高ぶったり不安定になるとまずいっぽい。そうなるかは分からんが、よくないことは起こるんだろうな。なんか途中分からんかったけど、なるほどな。俺が無意識に、はい、確かになって思った。性的なことが前提だが、実際に俺はブレーキかけてるし、間違いなくセーフティーにはなっている。ただ腑に落ちたかというと、とはいえ、無意識下で行えたなら限定的ってのもおかしくなる、ないかもな。感情全部を抑制したら体の異常どころじゃない。日常生活がこんなになる。だから俺が俺でいられる範囲内でできることがこれだったのかも。自分で言っといて納得はできんが。うん？
だろうな、おそらくかぐやもなあもそう推測してたし、さらに俺に密着し顔を近づける。くるみは真剣に話してるのについドキッとしてしまった。俺の動揺に気づかずくるみは続ける。そうであってほしいな。アマネの場合は魔王のマナをそもそも吸収して魔王の力を下げた状態でしてた。先生の時にはわりかし感情論でなんとかなってた。そうだよな。お嫁さん候補だったから経験したことあるんじゃないだろうかっていう話だったけど、結局そうじゃなかったし。かぐやの場合は完全に魔王の気から制御した状態でようやくだったわけだ。だから魔王化した状あいや違うあえー、うん第二特訓の時前世返りを起こして、その時にあれだったから実際にもやろうということだった。だから2番目のお雑先生のやつは一番最初の三國さんと似たような状態だったわけで、感情の強さが勝つかマナの影響を下げるか。確かに考えもしなかった。全てではないにしてもマナの力をある程度解放した状態があの姿なんだ。マナが抑圧されていない状態、つまりあの姿なら、悪い、テンション上がって良くないことくぎは知ってしまった。何も繰り返さなくても。おう。限定的な状況下であっても、勃起できたのなら俺は自信を取り戻せる気がする。うわー、やりたくねー。まあ要するに妹のいた残りのメンバーの前で、では試したい、試してみたいが、気乗りしてないというか、ノアとかぐやとオリエがいる前で勃起するのか。俺は今から勃起するから見ててというのか。俺はその状況自信を取り戻せるかもしれないが尊厳を失いそうだ。うわ、なんか、完全に俺の気持ちの問題なんだが、くるみ以外にそういうの見せたくないかな。いや、そんなこと言ってる場合じゃないってのは分かってるんだが。
ても実際問題やるしかないんだよな。ノアに見てもらうか、みんなの前で試すか。もしかしたら暴走してしまう可能性あるし。手前？そっか。下半身が少しでも反応したらやめればいいんだ。立つとかどうか確かめたいだけなんだから。やるべきではないよな。くるみから思いやりを強く感じる。俺の気持ちを尊重してくれている。すごく嬉しい。だが突っ走る場面ではないな、ここ。くるみの安全のためにも。よし、決めた。試すが事後報告はやめよう。試す前にノアに伝えて待機してもらって、で、万が一の時にはすぐ来てもらおう。じゃあ家に電話してみるか。家電にかけると天音が出た。ノアに代わってもらい事情を話す。俺の周知品みたいなものはノアは理解をしてくれ、万が一に備えてくれることも承諾してくれた。ああ、隣にいる。ん？ああ、わかった。スマホをくるみに差し出す。ノアが代わってほしいって。スマホを受け取り耳に当てる。話が器が変わり、久留美がスマホを俺に返すと何だったんだ。そうだな、もしもの時には久留美はすぐ逃げた方がいいな。大丈夫なはず。もしもの時にはすぐに天から降りてくる。多分そうなるはず。そこら辺ちゃんと把握してなくて、待てとは言われなかったし、問題ないだろう。とにかくやってみる。よし、行くぞ。目を閉じ、気を集中する。まずあの姿に。よし。看病ここまでは慣れたものだ。あとは勃起できるかどうかだ。特におかずはないが、彼女の部屋にいるそれだけで十分だろう。ずっと感じてるドキドキに身を任せれば。グルメがじっと俺を見ている。心配そうに緊張してじっと俺を見ている。いや、無理だな。この状況では無理だな。ダメだな。緊張して興奮できん。近くでめっちゃ見られてるし、気まずそうにくるみから俺から離れテーブルを回り込んで正面。いや、どうぞってこの状況でできるの？百戦錬磨の強者か、変な性癖持ってるやつだけだろう。どうしよう、なんというか、感覚はあるんだ。いつもの姿よりマナの流れがスムーズなような。だから興奮できれば反応してくれそうな気がする。なんとなくいけそうなことが分かっただけでも十分か。無茶して暴走するよりはマシだ、このくらいで。
嘘つくとくるみが炊き上がる。え、なんだ？ズボンの裾にフレッシュバシ硬直。何か思い悩むようなあさってた方向を見つめ、姿を変える。見せる、何を？くるみがスカートをめくった。完全に飛行停止してしまって、うまく返事ができなかった。女の子が自発的にスカートをめぐり、スカートを、あ、ん？スカートをめぐり、下着を見せてくれている。こんなシチュエーション、普通に生きていたら、出会えただろうか。俺を不動にしたこの力を、散々恨めしく思っていたのに。今は少し感謝してしまうはずだった。スカートの下の精液。それは男の夢だ。だが親が吸い寄せられたのは、すらりとした太もも。生足ではなくタイツに包まれているのが普段のくるみのギャップを感じてむしろそそる。くるみの声は周期から少し震えていて、スカートも必要以上にギュッと握っていて、恥じらった表情がさらに興奮を煽ってくる。そうだ、興奮でここまでしてもらって高ぶらなかったら嘘だ。あ、感じる感じるぞ。下腹部に血が集まっていくのか。いけるかも。ああ、感じるんだ、久しぶりのこの感覚。兆しを見せている。これの息子の相棒か。今まさに、たけりくるワンと。りっくん？違った。しまった、バカか俺は。興奮しすぎて、引き際を見舞えた。彼女の下着に興奮して暴走なんてあまりにもバカすぎるぞ。ノアを。くるみは俺から離れ。逃げるところ、くるみは俺との距離を詰め、俺の手をじっと握り、額と額を合わせる。くるみ？なんだ、入ってくる。混ざり合う。これはくるみのマナか。俺の内で燃え盛る炎を優しい光が包んでいく。俺と同調してマナを制御しようとしている。だが、荒ぶる炎は光を寄せつけない。くるみのマナを拒んでいる。危険だ、早く逃げろ。くるみのことだけを。深く深くくるみが俺の中に入ってくる。このままではくるみを焼いてしまう。間抜けな俺のミスにくるみを巻き込んでしまう。そんなことあっていいのか。制御できないなんて情けないことを言ってる場合じゃない。くるみの力を借りて何としても沈めなければ。ゲロ、くるみのマナーを意志を。二人の力でこの暴力的な放流を。
しみはどうする。これは戦争をいたずらに長引かせ多くの民を死なせた不王だ。そんな風に思ってはいない。だったらお前がそう思わせる。できるだろう。わしの兵士が看護師思考をも誘導する。お前の力だ。武王が死に戦が終わり、剣王が新たに立てば民の心は安らぐ。憎しみなど生まれないさ。無理は貶めようというのか。国のために死を選ぼうとしている。お前も誰よりもこの国を思う優しき王。そうだ。俺の名が後世にどう思う、大したことじゃない。民の安らかになること俺の望みはそれだけだ。気づけば元の姿に戻っていた。手を握ったまま、額を合わせたまま、二人とも何も言わず、半ば呆然としていた。暗闇と深くつながり、垣間見た前世の記憶、魔王の強い意志、スレイの深い悲しみ、いつかの考察が当たっていた。魔王は戦争を終わらせるために自ら死ぬことを選んだ。スレイはそれを止められず、マリカで見つめ合う。クレミがハーと息をこす。あ、ダメだ。記憶に引っ張られている。二人の感情に、感傷に飲まれている。こんなのダメだ。流されてはいけない。けれど止められなかった。唇と唇が触れ合った。柔らかな感触、ほのかなぬくもり。力を鎮めるためだけでなく、思いを伝え、確かめ合うためのキス。触れたまま動かない。俺もクルミも触れ合わせた状態のまま硬直していた。感情のままに動き、逆に冷静になってしまったのと、経験なさゆえの思考停止。ここから先どう進めばいいのか。まだ少しクルミとつながっているんだろうか。そんなクルミの戸惑いが伝わってきた。けれどやめる気はないみたいで、それは俺も同じだったから。クルミの背中に両手を回し抱きしめる。一歩踏み出してしまえば、あとはもう全自動だ。また感情のまま、俺たちは進む。どちらともなく舌を絡め、求め合ったやり方なんてどうでもいい。ただ気持ちのままに。クルミの中に舌を入れると、チューチューと甘く吸ってくれた。それがとろけてしまうぐらい気持ちが良くて、体がしびれるくらい興奮してドキドキした。相変わらず下半身の方は全くの無反応だが、どうでもよかった。もっと深くクルミを感じたかった。俺の舌の押し返しをクルミの舌が俺の中へ、さっきそうしてくれたように優しく吸った。クルミも気持ちよくなってくれている。おぼろげにそう感じる。二人の情動が共鳴していくような、絵も言われるの快感。全身が溶けていきそうだ。ああ、本当にこんなのダメだ。こんなこと知ってしまったら、俺はもう。Thank you.
得て変わって気まずい時間、どれだけキスをしていたのか、ふと唇が離れた瞬間、急に我に返った。ぎこちなく距離を取ってテーブルを挟んで座って、お互いにもぎもぎ。え？いや、俺もその盛り上がってたし。あの流れだと無理だろう。くるみが耐えても多分俺からしてた。ああ、俺もしたいと思っている。くるみが嬉しそうに笑う。俺はこのくるみの笑顔に弱い。ドキッとして今はすぐにでもまた干したくなる。理性が飛ばないうちに無理やり話題を変えた。てか、そうだ、ありがとう。沈めてくれて。自分が情けないなって前で話してたのに制御できなくなった。いや、絶対嘘。目泳いでるし。違う違う、ほんとほんと。気まずい期間再び。また見せる。つまりキスの先。俺の体が元に戻らないと訪れない未来だ。嬉しい言葉を聞けたのに現実を突きつけられて、なんだか急に冷静になってしまった。無茶したな、くるみ。ああ、助けてもらった俺が言うのも気が合うかもしれないが、うまくいったからよかったものの。なあから、もしもの時はくるみの魔法で抑えてみて、きっとできるから。そうか、だから頑張ってみた。やっぱりりっくんのママに触れると先生の記憶がぶわーってなって。悲しい記憶だった。それと魔王の覚悟を感じた。二人の感情が伝わってきた。だが、だなあ、あまり危険性はなさそうだ。かぐやには怒られそうだ。気づいてるだろうしな。もしかしたら近くで見てたかも。考えないようにしよう。勉強するか。よし、やろう。あ、その前にノアに電話しておかないと。あ、私、飲み物のおかわり持ってくる。ありがとう。部屋を出ていくくるみはなんとなしに目で追い、スマホを手に取る。おごりがあったかもな。今の俺なら制御できると。結局暴走させてくるみに危険な目に遭わせて情けない限りだ。嬉しいことはあったが素直に喜べない複雑な心境だった。ふう、帰宅しベッドに寝転ぶ。いろいろあって疲れた。夕飯まで仮眠を。いや、ダメだ、電話だけじゃなく直接ノアに報告しないとな。すぐに起き上がりノアの部屋へと向かう。ノア入っていいか。
扉を開け、部屋の中へ。ただいま、悪かったな、今日は。ああ、ノアが助言してくれたおかげだ。ノアが言葉を切り、おろおろとし始めた。やっぱりそばにいてくれたのか、そして見ていたと、くるみとのキスを触れないでおこう。あーと、いいか聞いても。記憶が蘇るからできる限り接触は避けた方がいいって話だったろう。なのにどうしてクルミにあんな助言したんだ。リターン。深い部分で触れ合った結果、気持ちの制御ができなくなったが、それは今は置いといて。誰だ、俺はクルミと一つになって、クルミを導いてもらいながら暴走しつつあったマナを抑え込んだ。そうか、あれがマナを制御する感覚か。確かにうまく言葉にできない。理解したかと言われれば、それも少し怪しい。だが何か掴みかけた気はする。今まで自分の中にはなかった感覚が刻まれたような、そんな兆しを感じる。だからか、許してくれたのは。電話した時、実は止められるかと思ってたんだ。ありがとう、配慮してくれて。